はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこちらということでですね、はい、え中国軍が大激怒。え中国軍がえロシアに対して大激怒えロ。ロシアという国はですね、唯一アメリカに対抗し得る超大国だと信じて、ロシア製の兵器や軍艦を中国軍はたくさん購入してきたのに、えウクライナロシア戦争を見ていると、ロシアの兵器ってポンコツじゃねえかよとえ、こんなポンコツを使っていて、俺たちは本当に台湾と 日本を侵略できるとかーいということでですね、え中国軍が慌てふためいているというですね、痛快な記事、笑える記事でございます。はい、この、ね、この記事っていうのはですね、何が素晴らしいかというとですね、中国軍はですね、ロシアからどんな軍艦、どんな兵器を購入しているのか、それどんな形で運用しているのか、そしてその軍艦とかですね、ロシアのロシア製の兵器がですね、台湾軍によってどのように壊されてしまいそうなのか、えそこまでですね、え言及をしてくれている痛快な記事でございますので、え皆さんにご紹介したい とと思いいままししし動画を作ることにいたしましたそしてですね、これね、ちょうどね、いいタイミングでですね、これね、あの、ロシアの兵器、やっぱりポンコツっていうのをですね、表すニュースが先ほど飛び込んでまいりました。はい、え、機関モスクワ、機関モスクワね、あの、戦艦モスクワですよね。あの、ロシアの機関あったでしょあの、ロシア黒海艦隊のですね、え、メインのお船ね、え、機関でございますよ。これがですね、あの、ウクライナのですね、ネプチューンというミサイル、たった2発で沈没というですね、おお、ポンコツお前、ポンコツ具合にも、おぉ、いかにしろよな、このや郎と、いや、思わず言いたくなってしまうようなですね、あの、ポンコツ、 具合をですね世界中に披露したあの機関モスクワあの機関モスクワね最初ねロシアはですねあれね、えー、弾薬が爆発してですね火事が起きただけですよ火事が起きたところに嵐が重なってえー、それでちょっとヤバいことになってるんだよねってこれロシアはね嘘を言っていたでしょう、はい、あれがですね本当にね、えー、ガチで嘘だったということがですね、えー、ついに判明いたしましたなんとですねこのロシアの機関ですねモスクワが沈没をしてしまったわけですけれども、えー、その沈没の時にですね40名が死亡40名が死亡それ死亡人数は40名ですが負傷者はもう数えきれないほど出ているという とことがですね発覚してしまいました、うん、最初ねあのロシアのマスコミっていうのはですねえ単なる価値でございますからはい全員退避できてますよっていうことを言っていたんだけれどもはいこれ完全に嘘だっていうことがバレてしまったんですねはいロシア側から流れてくるニュースっていうのはもう嘘ばっかり嘘800だっていうことに皆さんそろそろ気がつくうねちょっとねこのニュース面白いの読んでいこうかはいちょっと短い記事なんだねはいロシア機関沈没で40名死亡え独立系のメディア負傷者多数はいえ独立系メディアのですねえノーバやガゼータ欧州は17日ウクライナ軍のミサイル 攻撃これネプチューンのことですねネプチューン2発だぜ、2発のミサイルで沈没したんだぜ、ね、この機関、モスクワ、うんえー、この、えー、ミサイル攻撃で沈没をしたロシア軍の国会艦隊機関のミサイル巡洋艦、モスクワについて、乗組員約40名が死亡、えー、多数の負傷者が出ていると報じました、乗組員の母親の話としていると、あだからもうね、乗組員だったはずのここねあ、全員退官したから大丈夫だと思っていたのに、え死んじゃったのえ という状況になっているということですね。はい。またですね、27名が行方不明になったと、別の乗組員の家族による証言も伝えたと。はい。えー、ウクライナ軍はですね、えー、巡航ミサイルネプチューンで、えー、巡洋艦モスクワを攻撃したと表明。ロシア側はですね、ウクライナの攻撃には触れず、えー、艦内の弾薬が爆発した後に沈没したと、えー、説明をしたが、乗組員は避難できたと発表しました。これ全部嘘でした。はい。えー、死者の有無にはですね、言及をしていないということだったんだけど、えー、これ全部嘘だってことがですね、あの乗組員のお母親の話からですね、バレちゃいましたね。はい。 何回も言いますよ。ロシアからのニュースっていうのはほとんどがフェイクだということで、皆さん、はい、もうええー、加減気がつきましょうねということでですね、はい。え、そしてですね、これね、え中国に対してねえ、フェイクニュースをたくさん流して,てですねえ、武器を買ってもらっていたロシアですね、その中国軍怒っているんですな、ね、怒ってるんですが、今回のね、このね、あの、えー、なんだろう、帰還モスクワの沈没っていうのはですね、これね、ロシアの兵器っていうのは本当に使えるのか やばいんじゃないのかっていうことをですね、結構世界中に投げかけていて、え、これがね、プーチンの怒りをね、増しているところあるんですよ。実際に、ね、あの、インドなんかね、インドはですね、あの、ロシアからね、やっぱり武器をたくさん買っているから、ロシアのことが非難できないっていう状況があったりしたじゃないですか。あでもですね、これね、あの、 ロシアから買う予定だった、あの、戦闘ヘリコプター、戦闘ヘリ。え、これはですね、買うのをやめたとかいうニュースも流れ始めてまして、これね、ロシアのですね、このね、あの、武器産業に関してもですね、これ大打撃の事態なんですよ、これ。これね、いろんな角度でですね、あの、非常にこう、重たい事態になってるのが、このね、あの、機関モスクワの沈没なんですよね、はい。え、それをですね、よーく表しているですね、え、この、帰還モスクワ豪沈に、慌て深めく、慌てふためくロシアと、そして中国というですね、え、この記事読んでいきましょうか。もうね、本当に楽しいぜ。行いきますよ。 はい。えー、対艦ミサイル一発で、えー、中国のですね、台湾侵攻を阻止できちゃうよ。そんな話ですね。うん。もうミサイル一発あったらですね、あの、ロシアのでっかい船なんか進めちゃいますからね。だからですね、中国人恐るるに足らずという、そういう記事ですね。まちょっとね、希望的観測にもあるんだけれども、でもね、ロシアの兵器が意外とポンコツだっていうことはもう世界中に知れ渡っちゃったからね。これね、西側諸国の軍隊勇気凛々じゃないはい、えー。4月の13日、ロシア海軍ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナの対艦ミサイルネプチューンに攻撃をされ、えー、沈没をしてしま またミサイル2発で沈没。えウクライナはですねミサイル攻撃を認めえ、アメリカ国防省もですね対艦ミサイルが命中したことを確認したというと、えだからですねロシア軍はですねモスクワにミサイル攻撃されたことを認めず火災が発生したからだと言ったと。でもロシア軍としてはですねまさかですねあの軍力ではるか車両にいるはずのです、ね、ウクライナ軍にですねえ大事な機関が沈められたなんてですねもう口が裂けても言えないんだよね。え過去ですねえ旧ソ連海軍時代から今までえ大型戦闘艦艇潜水艦を除くかですね火災を起こして沈 をしたたたとととといいいいううう話をででですすねいや聞いたここががなななそらそうでございますちょっと火事が起こっ起だけで沈没するような戦艦なんかいらんは逆にな、うん、えしかしですね、ロシア軍は、ロシア軍もですね、内心は認めている。なぜならば、そのことに怒っていて、報復のためにですね、えー、ウクライナの首都キーウをですね、ミサイル攻撃したからだと。ね、<laughs> そりゃそうだよね、うん。一方でですね、中国は、えーえー、ロシア・ウクライナ戦争を、これまでは高みの見物だったと。しかしですね、えー、ロシア巡洋艦がですね、ミサイル一発、二発に攻撃をされて、それを破壊できずに命中弾を受け、そして、 沈没をししちゃううとうとといこ見ましたと中国は大変肝を冷やしたことであろうと。そうですよね。中国が持ってる武器の多くはですね、ロシアから買ってるんですよ。ねそのロシアの,部下の兵器がですねあ、相当ポンコツ、相当ポンコツだということが、このロシアウクライナ戦争でバレちゃったんだよね。はい。いきますね。1、え、え、えモスクワ沈没に肝を冷やした中国海軍。はい。え中国はですね、ロシア海軍艦艇をですね、模倣して、ね、真似をして、いくらかの改良を加えて、自国の軍艦を建造してきました。ね。ロシアを3 に軍艦建造してきたんですよねえ、始めたわけですよねえだって、ロシアのあの低たらく見ろと。なあ、あれと同じもうちら一生懸命今で作ってたんだぞ、と。うん。やばいよね。ってなってるわけですね。はい。えそうなるとですね、台湾侵攻の際に使用する大型揚陸艦え、これらを守るですね、駆逐艦がえ、たった一発の台湾の対艦ミサイルに撃沈されることが予想されるとえ。ちなみにですね、台湾は今ですね、独自でミサイルの開発も進めていて、 今ね、相当数千発のミサイルをですね、今ね、もう,もう数万発でしたっけ相当数のミサイルをですね、持っているっていう話なんですよね。で、アメリカもですね、あの、台湾にあの、武器どん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 あの、売ってるでしょ だからね、中国としては全く笑えない状況になってるんですよね。はい。えーでですね、中国軍による台湾上陸は、えー、上陸侵攻はですね、予期せぬ形で誤られることになってしまったわけです。そして2、機能しなかったロシア海軍防空システム。はい。国会艦隊のですね、機関であるモスクワが沈められました。はい。国会艦隊の主力艦は6隻であり、14艦1隻のほか、えー、駆逐艦1隻、そしてフリーゲート艦4隻であると、艦隊はですね、基本的に合同で防空システムを構成していますね、えー。艦によってですね、防空能力、 対艦攻撃能力対地攻撃能力対潜水艦作戦とそれぞれで別個にですね能力が高いのであると日本の場合はですねさらにミサイル防衛能力を保有しています艦隊はですねそれぞれの組み合わせで作戦を行うわけですね機関はですね艦隊作戦を指揮指示命令をしますし今回の作戦の場合はですね地上攻撃の役割も担っていたと思われますとさらにですね各艦はですねこのシリウス ciws を装備していて対艦ミサイルや戦闘機を至近距離で撃墜する兵器 をですね、装備してるんだよねだからね、普通はねあの、機関モスクワなんていうのは、ですねお、あのー、簡単に誓われるはずがなかったんですよ、ね、ミサイルを飛ばしてもですね簡単にですねそれ、撃墜されてしまう、そんなねあの防空能力がロシアにはあったはずだとみんなが信じていたんだけど、クソの役にも立たなかったんですよ。はい、えーとですねここれどこだ,どこだ えーと、14艦モスクワもですね、ガドリング砲3機を備えていると。現実にメディアがロシアミサイル巡洋艦を紹介するときに、手法とこの c i w s をですね、射撃している映像を流しているんです。本来はですね、この W、あこのですね、CIAWS がですね、こう飛んでくるミサイルにですね、弾幕射撃を行って撃破することになっているんですよね。しかしモスクワはですね、ウクライナのネプチューンミサイルを撃破することなくですね、えー、見事に命中させてしまいましたね、えー。ウクライナ軍がですね、2発発射したために、1、えー、発はもしかしたら撃ち落ちた、 そうしたのかもしれないがそのうち二分の一の確率でですね一発はですね命中してしまったんでしょうとえ、巡洋艦モスクワはですね各種機能を要する軍軍艦だったのにえ防空レーダー防空ミサイルえ、そしてですね CIWS システムなど合わせた防空システムに致命的な弱点を露呈してしまったんですとねあ,あのモスクワをですね沈めるにはですねえミサイル二発撃ちはいいとねミサイル二発を撃ったらですね一発はですねねあの迎撃されてしまうだけれども一発は確実に当たるよんそんな状況をですね全世界に さらけ出し,てしまったんですよこれ今後ね、ロシアの兵器買う国ないんじゃないの、うん、これはですね、兵器技術の問題もあるが、ロシア軍兵士の油断もあったのかもしれない。おお、なるほど、なるほどね。はい。ね。そしてね、3番、え中国軍艦は、ロシア軍艦と運命共同体ということはですね、あの中国軍艦はですね、もう沈没すること確定ということですよね。うん。え中国はですねえ、空母、駆逐艦、潜水艦などを、を旧ソ連が建造した艦をですね、購入している。そう、え中国最大の遼寧なんかもそうでしたよね。はい。空母、遼寧はですね、もともと旧ソ連が建造 してソ連、ソ連邦崩壊後にですね、ウクライナが中国に売却をしたものであると。これは有名な話ですよね。ロシア海軍はですね、かつて、ソブレメ、ソブレメンヌイ級とウダロイ級の2種類の駆逐艦を保有しておりました、えー。中国のですね、高級、高州級、そして現代級ミサイル駆逐艦は、ソブレメンヌイ級駆逐艦として使用していたものをですね、そのままロシアから購入したものであると。またですね、ロシア海軍は各種攻撃型潜水艦を保有していましたが、 中国は戦後時に音がくなえロシアのですね、キロ級潜水艦を購入していると。もう中国軍ロシアから物買いまくりだねえ。中国はですね、これらのえ空母、駆逐艦え、そしてですね、潜水艦を購入してえ、それらをですね、それらロシアのですね、兵器をですね、模倣、あるいは改良したものを建造しているのが実態であると。つまり中国海軍のえ軍艦はですね、大型で、え周辺各国に対して、その胃を、俺、ほら、どうだどうだ、でかいだろうっていう姿を見せつけて、威圧をしているわけですが、実はですね、ロシア軍艦と同様に、 対艦ミサイルに極めて弱いと、極めて脆弱であるということがですね、判明してしまったんですよ。だからね、台湾としてはですね、 中国がですね、軍艦がこう押し寄せてきたときはですね、もう一発な、な、この一つの軍艦に対して、二つだけ、二発のミサイルを用意しておけばですね、ほぼ沈没させることが可能であるということがですね、これ実態だということが世界中にバレちゃってるわけですよね。はい。えつまりですね、中国海軍の軍艦は大型で、えー、周辺各国に対してその大きさを見せつけて威圧をしているんだけれども、あ、これさっき読んだね、えー、ミサイルに対して極めて脆弱であるということであると。え、このことをですね、見ていたアメリカ、日本、台湾、東南アジアの諸国は、ね、えーロシアや中 中国軍のですね、軍艦が、ミサイル対応能力に欠陥があることが分かって、アメリカや日本製の対艦ミサイルを装備して、その数を増加させることになるであろうと。ね。そうなったらですね、もう中国海軍なんてですね、もう敵国に近づけないという状況になっちゃいますからね。うん。えー、中国は今頃ですね、ロシア海軍艦艇のですね、模倣改良型を使用していることから、えー、軍事力整備にですね、問題があると気づいたのに違いないと。おいおいおい、俺たちが参考にしているロシア兵器、ポンコツですよということにですね、えー、気がついちゃったってことですね。はい。そして4番目、えー、中国海軍の台湾上陸 能力に重大な影響が出てまいりますともう簡単に台湾のことをですね侵略できない状況になったわけですね中国は近年台湾侵攻や南シナ海の人工島の防衛のために大型揚陸艦を建造していますえ中国海軍はですね台湾海峡など狭い海域でえ大型揚陸艦が必要なのかえ対艦ミサイルのですね射程距離でその射程射撃の目標となりやすいですね大型艦を運用することに疑問を持たれていましたと、うんえー、中国海軍はですねモスクワがですね激進させられてしまって改めてその誤りに気づく となる。え中国海軍はですね、大型の揚陸艦。でこれ揚陸のためにですね、あの兵隊さんをですね輸送する艦のことですね。これを揚陸艦と言うんだけれども、この揚陸艦をですね建造していますと、え六型の輸送艦の四トンクラス八隻と二万五千トンクラス八隻の合計十六隻建造の予定で現在八隻が収益をしています。で一隻でですね、四万トンクラスがですね、あの兵士さんをですね一千六百人またはですね戦車を三十五両、そしてですね二万五千トンクラスが六百人から八百人の兵士または戦車 20両輸送できるという状況になっています、はいえーうん、戦車の揚陸艦 lst 4,500万トンですね。は、28隻収益をさせていると。兵員であればですね、200人から250人、また戦車であればですね、約10両ですね、輸送できるという形になっています。ウクライナ軍にですね、爆破をされたタピール級の揚陸艦、オルスク4,500トンとですね、同じクラスの揚陸艦であると。中国海軍揚陸艦,艦艇によるですねあ、これはちょっとあれでね、写真のイメージですね。はい。というような形でですね、あの、ロシアが持っているですね、揚陸艦と非常によく似たものを中国もですね、持っているという形ですね。そしてですね、 台湾海峡の幅っていうのは平均的に200キロ狭いんですよ。で、この狭いところに、え、大型艦がですね、行動すればですね、間違いなく台湾の、え、対艦ミサイルの格好の餌食になってしまうこと、いうことがね、もう判明してるんですよね。え、一発命中すればですね、こう沈没をしてしまう。え、これはですね、あの、モスクワを見れば、ね、機関モスクワですらですね、え、一発のミサイルで沈没しちゃったわけですよ。ね、え、それを模倣して作っている中国海軍の、え、この軍艦っていうのも全く同じ状況なんですよね。はい。一発を命中すればですね、沈没をするんです。4万トン クラスであれば、えー、陸戦兵隊1600人を失うことになってしまうとね大型揚陸艦に向けてですねあで,でですね、えー、ドック型のですね揚陸艦と、えー、戦車揚陸艦合わせて44隻は、えー、台湾軍のですねたった50発以下の対艦ミサイルで撃沈をさせられてしまうわけですよね,ねだからですねあの中国艦隊をですね壊滅させるためには台湾は50発のミサイルをですね用意すればいいというだけなんですよでもね今台湾の中にあるミサイルってそんな50発程度じゃないからね数千発あるって言われてますからね。 もう中国軍、台湾に近づけないんじゃないですかこれ。うん。え、これらのですね、揚陸艦で輸送できる、え海兵隊約3万5千人をですね、簡単に沈めてしまうことが可能になってしまいましたと。はい。そしてですね、え、ご中国のですね、海洋進出阻止に、対艦ミサイル有用であるということがバレました。はい。だから日本もですね、これ、対艦ミサイルをたくさん用意しておけばですね、え中国軍、簡単に近寄れないということですね。はい。え、中国のですね、海洋進出の脅威を受けているアジア各国は、例えばですね、台湾南シナ海に隣接をするフィリピン、インドネシア、ベトナム、マレーシアは、ウクライナでの ですね、このロシア間撃沈を見てですね、中国の海洋進出を止めるには、対艦ミサイルが大きな役割を果たすと感じ取ったことでしょう。え対艦ミサイルはですね、日本の南西諸島や台湾に向かうですね、中国海軍に軍艦に対してもですね、脅威を与えることができる。だから日本もですね、沖縄とかですね、石垣島とかにですね、対艦ミサイルをいっぱい用意しとけばいいんですよ。これを用意しとくだけですね、中国海軍、もう近寄れなくなっちゃいますからね。あとは空からの攻撃にですね、ちょっと注意をしとけばいいという状況でございます。はい。 で、ただですね、中国海軍の脅威になる対艦ミサイルは、中国弾道ミサイルの攻撃目標にもなることから、え島内にですね、平時からそのための射撃陣地をですね、え要構築することが重要であると。まあね、てこうやって用意をするとですねえ、中国はですね、国内から撃ってくる弾道ミサイル、この攻撃目標にもなってしまいかねないから、えそれに対する対応もですね、きっちりしておけばないっていう時の話ですね。はいえ。中国のですね、大型揚陸艦に対しては、射程200キロ前後、200キロ前後の対艦ミサイルをですね、え小型揚陸艇には射程,え射程10 キロ未満のでででですすすすねねね対戦艇を,用意を保有すればです、ね、上陸進行です、ね、食いい止めるるこことができるということががきうましたたったですね、ロシアの海軍、軍艦一隻の合鎮、モスクワの合鎮がですね、中国をたれ囲む国々の防衛戦闘に重要な資産と自信を与えてくれちゃった。だからでも中国からしたらですね、ロシア何やってくれとんじゃいと。な、お前たちのですね、兵器を真似して、で俺たちはたくさんの兵器を作っているんだと。で、そのね、対抗手段をう ウクライナ戦によってですね。世界中に見せつけているのがロシア軍まあ。こんな見せつけられたらですね。も中国が持ってる兵器に対しての対抗策をですね。あの西,西側ね。あのアジア各国が持ってしまうじゃないか。もう戦争やめちまえそんな状況になってるわけですねえ。これを見てのヤフコメで、ね、ちょっとだけ見てからですね。終わりにしますか。かえー、そうでこれ行きますか。かえ、今回のですね。プーチン戦争でですね。明らかになった事。実はロシアの陸海空軍とも穴だらけで、最新の戦闘機も撃墜されちゃってますと。とえ、さらにですね。他のメディアによればですねえ。東部戦 戦線でもロシア軍は苦戦を強いられていてウクライナ軍の防衛戦をなかなか突破できないでいるようであるとはい6万人のですね追加兵力が必要なロシア軍であるが現実的に手当てをできたのが20%で訓練が十分でないですね新兵が多いようであるとそのためですね兵器と兵隊の消耗が激しく本格的な大攻撃ができないらしい今後はさらなる苦戦が予想されるロシア軍であるはいこういう予想で、ね、こういうねロシア軍の苦戦の様子を見てですねそしたらウクライナ軍にですねえまあ中国軍とロシア軍よう似てますから、うん ロシア軍の撃退の方法をね、ウクライナ軍が学んでですね中国への撃退の方法をですねいろいろ考えている状況であるというお話ですねあとはどれだろうな、面白いようなのね <laughs> 最後じゃあこれを読んで終わりにしますか、えー、このことはですね、台湾有事になった場合アメリカ軍の軍事介入にもですね、影響を及ぼすと中国からのですね、対艦ミサイルによってですねアメリカ空母打撃軍がですね、台湾周辺に近づけないということも考えられると確かにね、これね、そうなんですよねだからね、あの なんだろうウクライナがですね、ロシアにやって対してやったことをですね、中国がアメリカに対してやってくる。そういうことも考えられますから、えここまで,で、ね、対抗策として考えておかなきゃいけないよね。はい。え、対艦ミサイルの射程外から攻撃をすることになると思われると、え、CIWS を含むですね、防空システムがドローンなどのおとりに騙されて、無効化されることがモスクワ激撃沈によってですね、明らかになっていて、防空システムの見直しも課題になりました。え中国はですね、台湾侵攻を諦めることはないが、えー、間違いなく大幅な戦略の見直しが必要でしょうね、というような形で、 ですね、結構今回ですね、的を得たですね、役目多かったかな。もうこんな感じでございます。はい。ということでですね、これですね、え、ロシアのですね、この帰還モスクワ、帰還モスクワの沈没がですね、え、え、まあ当然ね、ロシアのプーチンを怒らしている。これは間違いないんだけれども、え、それ以上にショックを受けているのが中国軍でございますという記事でございます。え、とはいえですね、これね、中国軍の動きっていうのはですね、やっぱ見逃すことができません。油断はできませんので、まだ、あ、ね、中国軍のですね、面白い動きがありましたらですね、皆さんにどん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 その情報をお伝えしていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。 バイバイ。